12月5日後楽園ホールレベル59に通常する原島モルモット選手に来てもらいました。こんにちは。こんにちは。原島選手3連敗中ということですけど、この試合への意気込みというか、また3連敗からのこの試合に向けてどんな感じのモチベーションというか。いやもう本当にもうどん底というか、3連続 KO 負け、もう本当、いやもう本当に、はい、これ次も KO で負けたら、もう本当にそれこそ、もう引退しろっていうふうになっちゃうと思うんで、もう本当に、もうとにかく、もう結果出したいですね、はい、自分のベストをとりあえず尽くして。相手の選手の名前は何ですか？浦林選手、はい、浦林選手です。元チャンピオンです。はい。どんな選手ですか、印象は。試合見た感じ、結構ファイタータイプというか、距離を取って戦うより、接近戦に持ち込んで、パンチ、肘の選手だと思うので、自分と噛み合うんじゃないかと。それに対して、どう戦いますか。もう自分も、はい、もう正面からもう自分の一番いい戦いはやっぱとりあえずラッシュ、手数だと思うので、もう手数勝負でいきたいと思います。後半までずっといるペースで、はい、ずっと休まずもうどんどんずるずるじゃないペースで、そうですね、はい、これを見ている人へのメッセージというか決意表明できるものもカメラ目線でお願いします。はい、はい、本当過去最高は自分のキック人生で一番いい試合だったなって、はい、はい、ベスト、自分の中のベストバウト目指してとりあえず頑張りたいと思います。はい、応援よろしくお願いします。頑張ります。原島モルモット選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。